駅前旧駅舎北長野駅は、長野県長野市にある、品野鉄道、日本貨物鉄道の駅である。品野鉄道の駅は、中越2丁目34番34号。JR 貨物の駅は、桐原2丁目2番1号にある、単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のプラットホームを持つ、地上駅。長野市に業務が委託された、簡易委託駅で、 ポス端末が設置されている。ホーム館に1本の抽選があるほか、駅南側には6本側線が付設されており、電化されている。うち3番線に隣接する H 帯上4は JR 貨物の所有。上5、上6は JR 東日本の所有。ホーム館は古選橋で連絡している。駅舎は構内北側、短式ホームに隣接して置かれており、 北陸新幹線の高架下にある駅舎上の高架線は長野駅方面への下り坂となっている。2015年の北陸新幹線開業による品野鉄道移管直前までは長野駅管理の業務委託駅で緑の窓口が設置されていた。品野鉄道移管後は長野市に業務委託されている。貨物駅、JR 貨物の施設は旅客駅の南西にある。 三面四線のコンテナホームや、その他仕分け線などがある。南側のホームの一部には、上屋が設置されている。2016年に一部が電化された。仕分け線の一角には、電気化学工業長野サービスステーションがある。かつては、貨車用の二役設備があり、そこへ至る、専用線が仕分け線から分岐していた。この線は、大見駅発送のセメント輸送に使用されていた。 長野市統計書によると、2018年度の1日平均乗車人員は2161人である。近年の推移は以下の通りである。なお、2000年度から2014年度の統計は、JR 東日本時代のものである。2005年度の貨物取扱量のうちコンテナ貨物は、発送が59,421トン、到着が74,630トンであった。 長野東急ライフ駅前の北長野通り上に、長電バスと、東北グルリン号の北長野駅停留所がある。乗り継ぎ指定停留所であり、降車の際に、乗り継ぎ券を受け取ると長電バスなの系統に乗り換えた。際に運賃が二十円割引になる。品野鉄道快速、軽井沢リゾート通過北品野線、JRE 山線長野駅北長野駅三歳、駅駐車区、編集出店、編集。 ありがとうございます。